は表参道にてバストアップサロンをしておりますビムネセラピストのコキアです。今日はですね、結構サロンにいらっしゃる方でお悩みがすごく多い、下半身はどっしりしてるんだけれども上半身お胸にはお肉がないよっていう方のためにとっておきの改善方法を2つお伝えしていきたいと思います。1つは下半身に歪みが、脂肪がつくような食事を好んでいる、歪みと食事、これがそういう体型になってしまう原因になっています。まずは歪みについてちょっと解説していきたいと思うんですけれども、なんで下半身が歪むと太ってしまうのかって言いますと、歪むことで形が崩れるので流れが悪くなります。血液の流れもそうです、ついてくることになるので、どんどん流れが悪くなって溜まっていくような感じになってきます。また歪むのでちょっと大きく骨盤が広がってしまうので、太いどっしりした感じになっていってしまうんですね。歪んでていいことってもう本当に一つもないです。まずは歪みを取り除いてあげるっていうだけでも足のラインがスッとしてくれますので、歪みを取るっていうのが一つの食事ですね。で、下半身がどっしりしてお胸が育たないっていう方が好む食事っていうのがあります。それが油っぽいもの、塩辛いものだったり、そういったものを好む傾向にあるんですね。そうすると下半身に脂肪と水分を溜め込んでしまいます。揚げ物とかポテトチップスとかスナック菓子とか、あとラーメンとか、そういう油ギトギト系のものを好んで食べる方っていうのは要注意です、はい、そうするとね、私そういうの好きじゃない、全然食べないよっていう方もいらっしゃるんですけど、よく考えてみてください。それだけじゃないんですよ。ケーキとかクッキーとかドーナツとか、あとチョコレートとか、そういったものにも油バターだとか、そういったものがねたっぷり使われてます。そういったものを好まれるとやっぱり下半身にブクブクブクっとついてきてしまいますので、悪い油を取るんじゃなくて良質な油を取るように、良質な油っていうのがオメガ3系のオイルといいまして、アマニオイル、エゴマオイル、あとシソ油とか、これらを取るようにしていただくっていうのも一つのポイントです、はい、そして溜め込んだ水分油を出すためにおすすめの食材がございます。キュウリとかアボカド、ナス、海藻類、大根、セロリとか野菜に関しては極力生で取られることをお勧めします。悩んでいると皆さん必死になってね、そればっかりを食べられるんですが、今言った食材だけを食べてても下半身がすっきりして胸が育つっていうことではないので、お胸を育てる食事法、それをしながら先ほど言った食材を毎回ちょっとどれか一品に付け加えるとか、そういうような感じで、やってみてください、はい、まとめますと、下半身どっしりでお胸がないよという方は下半身に歪みがある、そして下半身に脂肪を溜め込むような食事を好む傾向にあります。足元から整えるおっぱい整体で下半身をすっきりさせて、溜め込まない食事を心がけるようにして、すっきりラインのふっくらボディを目指してください。動画が参考になったよという方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。はいはい。無料のメールマガジンではより詳細なバストアップ情報